フェラーリ F310 バイトは、スクーデリアフェラーリが1997年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。ジョン・バーナードが、フェラーリで最後に設計したマシーンで、この年加入したロス・ブラウンとロリーバーンによって、改良が加えられた。1997年の開幕戦から、最終戦まで、実戦投入された。 フェラーリとしてのコードナンバーは648バイト。1996年シーズンに用いられた F310 の改良型のような形式名ではあるが、ほとんど一から新設計されたマシンである。フロントノーズは完全なハイノーズとして設計され、断面積もスクエアな形状とされた。サイドプロテクターのサイズが縮小され、サイドポンツーンが ベネトン B195 のように極端に後退した分、フロントタイヤ周りの空力を有効に活用しようとしたデザインとなっている。ステアリングホイールには各種の電子制御スイッチが装備された。バーナードはフェラーリに保守的なデザインを強要され、独創的なアイデアは失われたと不満をあらわにしていた上に、シーズンが始まるとブラウンとバーンによる改良が繰り返されるようになり、 結局バーナードはフェラーリより脱アローズへ移籍した。第11戦ハンガリー GP より燃料タンクを拡大した軽量モノコックに更新された結果シーズン後半には序盤とはほぼ別物のマシンとなった。また、第16戦日本 GP ではダウンフォースによって下方にたわむフレキシブルフロントウィングが投入された。カラーリングはフェラーリ伝統の赤だったが スポンサーであるマールボロを意識した従来より明るい赤になった。イギリス人 F1 ジャーナリストのナイジェル・ルーバックは赤というよりオレンジと酷評していた。この年、エースドライバーのミハエル・シューマッハはウィリアムズのジャック・ビル・ヌーブと激しいドライバーズタイトル争いを演じた。第16戦日本 GP ではエディ・アーバインの高サポートでシーズン5勝目を挙げ、 ビルヌーブの失格劇もあって1ポイントリードして最終戦を迎えた。最終戦ヨーロッパ GP ではシューマッハとビルヌーブの一騎打ちとなったが47周目に両者が接触しシューマッハはリタイア。シューマッハに未室の恋があったと断じられドライバーズランキングからの除外という厳罰を下された。しかしフェラーリが久しぶりに タイトル争いに絡む力を持つに至ったことを証明したマシンでもある。イタリア GP で F310 バイトをドライブするミハエル・シューマッハ。タミヤから F310 バイトのフランス GP 仕様が1、20のプラモデルで発売されている。また、1、10RC シリーズとして F103 シャーシを搭載したマシンが発売された。こちらは現在は、 絶版となっている。ありがとうございます。